クララは豆赤の多年草。和名の由来は根を噛むとクラクラするほど苦いことからマわユグサと呼ばれ、これが転じてクララと呼ばれるようになったと言われる。地方により、狐の捧げという方言名でも呼ばれている。本州、四国、九州、中国大陸。日当たりの良い草原、山野の,の道端や土手などに大株になって自生する。日本では、 草原環境が農業形態の変化によって衰退しているため、自生地がかなり減少しており、これのみを植草とする蝶の一種オールリシジミはかなり貴重なものとなっている。大型で多年生の草本、高さ50から150センチメートル、葉は五生し、小葉15から41枚からなる、奇数上腹葉は全体が長さ15から25センチメートルになる。 商用は長大円型で一つの長さに3センチメートル。夏季は夏。茎、枝の先に薄黄色の長径花が創上花剰になってつき、下から咲き上がる。花が終わると数個の種子が鞘に収まり、種子の間がくびれた鞘がぶら下がる。前層有毒であり、根の部分が特に毒性が強い。ルピナンアルカロイドのマトリンが口実の薬効の下で、あるが、 薬理作用が激しく、量を間違えると、大脳の麻痺を引き起こし、場合によっては、呼吸困難で、死に至る。素人が安易に手を出すのは、非常に危険である。根、ね、または、外の皮を除いて乾燥したものは、苦人という気薬であり、日本薬局型に収録されている。苦人の採取は、秋から冬の間に、なるべく生育の良い株の根だけを掘り上げてよく洗い、 外皮を剥いて刻み、天日乾燥させる。漢方でも用いられ、利尿、消炎、沈下油、作用、組腱油作用があり、苦人油、陶器培目人顔料などの漢方包材に配合される。民間では、一日治療1から3ムの苦人を水 200cc で半量になるまで煎じ、1から2回に分けて服用する用法が知られている。また、前奏の煎汁は、 農作物の害虫駆除薬や、害用薬として毛ジらみなど牛馬など、家畜の皮膚寄生虫駆除薬に用いられる。失神には、浴頭量として、固定に入れて、風呂に入れる。なお、演技式には、苦人を神の原料としたことが、記されているが、苦人死と呼ばれる和紙が発見された例が存在せず、実態は不明である。2010年10月区内庁少創院事務所の調査で、 続々修正総員古文書第五図第四巻の1枚目は和紙、手触りや色合いが演技式での工程や繊維の特徴を持ち2枚目は苦人の可能性が高いと判断した。日本の以下の都道府県で以下のレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。